の間、虫たちがどんなところにいるのかを探しに森に来てみたの。もう一人で行っちゃうなんてずるいや。でもお姉さん、蜂に刺されないでね。大丈夫よ。ここにいた蜂は冬になると巣を捨てちゃうから平気なのよ。ああ、本当だ。巣の中は空っぽだ。蜂たちはどこへ行っちゃったの？ほとんどの蜂は寒くなると死んじゃうんだって。へえ、かわいそうだね。でもね、ヒョロリ君、一匹だけ生き残る蜂がいるのよ。ええ、本当？誰が生き残るの？それはね、女王蜂よ。女王蜂は冬の間ずっとこの木の穴で一人でいるの。春になったらまた新しい巣を作るのよ。それなら安心だね。さあ、ヒョロリ君、冬の間虫たちがどこに行っているかお姉さんが探してきたから一緒に見てみましょう。うん。この虫、オサムシっていうのよ。いつも土の上を歩き回って餌になるミミズや小さな虫を探してるの。餌を見つけると噛みついて頭からバリバリ食べちゃうんだって。ああ、怖い虫なんだね。ありゃ、オサムシ土の中へ入ってっちゃう。虫たちは寒くなると体が動かなくなってしまうんだって。だからこのオサムシは寒くなる前に暖かい土の中に潜ってこのまま春が来るのを待つのよ。ほら、動いてる動いてる。この虫見たことあるんだけど、なんだっけ。ほら、ヒョロリ君もよく知ってる虫よ。ねえ、教えてよ。正解はね、これよ。そうだ、カブトムシだ。カブトムシは夏が終わると死んでしまうの。幼虫だけが冬を越すのね。またね。カブトムシの幼虫、風邪をひくといけないからまた埋めてあげましょう。起こしちゃってごめんね。春までゆっくりおやすみなさい。何を探しに行ったの？ほら、ミノムシだね。ミノムシって実はガの幼虫なんだって。この中には黒いイモムシが入ってるのよ。ミノムシってどうやってこのコートを作るの？口から糸を出して気に入った枝とか枯葉とかくっつけて作っていくんだって。だからみんな違う形をしてるんだ。ミノムシっておしゃれなんだね。これ知ってる。カマキリの卵だ。この中に小さな卵がいっぱい入っていて、寒くないように泡でしっかりとくるまれてるんだよね。こんな風に考えて産んでくれるなんて、お母さんカマキリって優しいんだろうな。カマキリが卵を産むのは秋よ。まだ寒くなる前よね。
こんな泡に包まれてるなら卵はきっと温かいんでしょうね。卵はこのまま冬を越すのよ。そして春になるとたくさんの赤ちゃんカマキリが生まれてくるの。出てくる出てくる、赤ちゃんカマキリがいっぱい集まって楽しそうだな。元気に生まれるように僕カマキリの卵を見つけたらしっかり守ってあげようっと。春が近づいてくると日だまりには気の早い虫たちが顔を出すのよ。このガは冬尺って言って寒さに強い元気なガなんだって。冬尺はまだ寒いうちから出てくるので他に敵がいないから安心してられるのよ。もっとあったかくなると他の虫もどんどん出てくるんだ。日当たりのいい岩の割れ目でも虫を見つけたわよ。テントウムシだ。日差しにつられて出てきたのね。こんなにいっぱいいたんだ。たくさんで集まった方が一人でいるより暖かいんだって。そうか、テントウムシはおしくらまんじゅうをしながら春を待っていたんだね。テントウムシさん、あとほんの少しで暖かい春になるからね。そうだよ、それまでみんな仲良くしていてね。鳥たちは海辺で仲良く餌を探したりして春を待つのよ。おや、水の上に何かいるぞ。今日の動物園の動物さんはカワウソ。カワウソ？ウソ？ウソじゃなくって本当のカワウソさん。ほら、泳ぎが上手でしょ。すいすいすい、ほんとだ。こうやって川の中にいるお魚を捕まえて食べるのよ。では一つカワウソの得意技を紹介しましょう。水中ぐるぐる大回転。うわははは、すごいや。やっぱり怖いよお姉さん。そうね、すごい歯だもんね。強そうな顔してるわよ。そりゃそうだよ、恐竜の仲間だもんね、ワニさん。